今日は鬼怒川へ、うなぎ釣りに行きました。今5時、45分ですね。これからやってみたいと思います。うなぎが釣れるかどうか、まあ、頑張ってみます。よろしくどうぞ。はい、どうも。じゃあいざこれぶっこみで今日は板は水を使ってやります。それで3本竿でやります。はい、やってみます。はい、まずはい、水をつけてみます。水もここの紐のところは先祖みたいですから、その下からつけてみますね。はい、これでやってみます。はい、まず1本つけてみます。なんだ、はい、あまりうまくいけないけど、これでやってみましょう。OK。 はい、これでどうでしょう。先ほどかけたところはちょっと遠浅なもんで、ね、ちょっと深いところがいいんじゃないかと思ってまして、少し上上がりました。大体20メーター先来たあれですが、ここだらいくらか深さがありそうで、いいんじゃないかと思います。まあ、やってみます。よろしくどうぞ。あ、来た、あ、来た。うん、そのいやーちょっとね、もう少し欲しいところだね。今外の火だね。これいいだね。そこ当たりポイント。うんうん。ちっちゃいナマズだヘイドで。そうだかな。いや、どれだね。はい。だな。かかってないような感じ。ちっちゃいんだよ、ね。はい、あ、何かかってた、上がった、また。あ、はい、これ。あ、はい、始めました。はい。ラーチ。まずまず。もう一度。お、あ、大きいじゃない。はい、あ、かかんないね。かかんない。当たったね。当たったね。うん、うん、さ、うん、うん、うん、さの、よっしゃ、はい、はい、何かかかってますね。ヒットです、ヒット。ヒットしました。あ、これなんだか。はい。なんだ、大の。はい、はい。どこ行った？見なくなった。あれ？あそこの木が、木があれだな。あ？木引っかかったんだよ。はい、はい。
あ、キリストが来たね。あ、あ、なんだろうあれ。なんで物は。何や。あ、何だい。なんで白いの見えるの。これこれなんですか。はい。だめだめ。あ、僕が犬かな。初めてかな。初めてかな。初めて。あ、うん、初めて。初めて何かいるのに。ナマズだっぽい。ダメだな。取れないよね。あそこに。あ、ナマズだよね。はい。はい、初めてだ。うん、初めてだった。うん、うん、あ、2つは、あ、あ、こっちも両方やね。お、どっちだ。あ、なんだ。あ、なんで、あれはダメだ、大丈夫。あれは、これ、かかって、あれだけ入れてここ、遺産あるよ。もう終わっちゃうんだろうな。普通じゃ食い込んで。何なんだろうね。ナマズじゃないの。ナマズのちっこいの。まだちっちゃいのか。まあ、ちっこいのかかっちゃうんだけどね。だよな。お、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 うん、かかしてる、かかしてる、かかしてる。あー、かかりました。これは何だろう。ちょっと、ナマズかな。この式は。うん。どうだろう、それは見ちゃうか。あれよ。それ引っ掛けちゃうな。大丈夫かな。なんでこれ。あ、ブラックホースか。ん、ブラックホースか。うん、選ぶな。選ぶなかな。あ、選ぶな何。選ぶなです。うん、ひら食ったんだ。うん、はい、やりました。ありがとうございます。あ、ひら食わないですね。やる気ですね。やっと一匹釣れましたね。はい、やっと一匹。ヤブナです。おめでとうございます。はい、どうもありがとうございました。そのヤブナ35センチ。あ、あ、あ、ちょちょちょ、あー、俺が食ってきてんだ、やさとり。うわー、あー、こっちだ、いいかな。はい、まあ、寝ましましょう。寝れそうだね。はい、はい、リリースします。はい、リリース。はい、はい、はい、行きました。ん、これが、ん、当たんない。残念でしたということで。残念でしたね。はい。いや、一生懸命頑張ったんだけども、ヘラブナ一匹と、あのラージのブラックバス、ラージマウスバスですね。小さいのね。あとナマズかかったんですが、ちょうど柳の大きな鹿かかっちゃって魚が取れませんでした。残念でした。
それではこれで今日は終わりで農家とさせていただきます。残念でした。うなぎが本命のうなぎがかかりませんでした。また自分で挑戦してみたいと思います。よろしくどうぞ。残念でしたね。